ギガ連射。もうずれたままやってるね。ずれたままいってる。はい、今日やっていくのはもう、これですね。オープニング画面だけは凝ってるよ。ウラクター4です。やりたくねえ。ウラクターはやりとうねえ。修行だからな、これは。笑ってるのか泣いてるのかさっぱりわからないが、ヒーローに憧れちゃう脅威の無表情キャラクター。遊園地大人気の体感アトラクションにクタが挑戦だ。背中につけたテクノウィングで大空を飛び、隕石やお邪魔キャラを華麗にかわし、テクノアイランドの平和も、あれ？今と違う感じかな、もしかしてこれは。ちょっと違うパターンのウラクターかもしれない。とりあえずランキング1位、サキ。あれ？あんまり聞かれる名前ならサキさんね。セシル、ピップティーチャー、アザラッシ。親瓶、ネコニャン、親瓶。親瓶が2人いる。いつも親瓶が2人いるときで親瓶が2人いるって言ってる気がする。よし、やっていこう。じゃ、ちょっと今で違うかもしれないね。グラディウス。シューティングゲームや。遅っ。弾は別に撃てるわけじゃない。撃ってるわけじゃないな。こっちのスキーに弾撃ててるわけではない。ただざっくりと撃ててる。なんかあれかな。まあまあまあ面白いわ。ファンタシーゾーンみたいな感じ。ファンタシーゾーンだっけ？そんなあるよな。セガかなんかのゲームに。ちゃんとしたシューティングだ。これ好きな人好きだな。これはストレスなくやれるわ。シューティング上手くないけど。これとどうなんの？やっぱ死ぬわ。このゾーン、このなんか、これダメなの？入ったらダメなの？ちゃんちょが吸い込まれる。ちゃんこが吸い込まれる。ブラックホールみたいだけど。何ちゃんこって。ちゃんちょの妹のちゃんこが吸い込まれるブラックホールみたいだけど。これ取ると早くなると思う。リンゴ取ると。いやあ、無理だよな。うわ、そっちに出るんだ。はあ、なるほどね。前にいる方がいいのか、後ろにいる方がいいのかってところあるな、これは。オッケー、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 乗ってきた。まずはリンゴは着実に回収。リンゴは着実に回収。この岩も壊す。壊した上でリンゴ回収。リンゴ回収。リンゴ回収していく。この岩壊れるの楽しいな。玉が変な動きしとる。玉が変な動きしとって撃てれん。オッケーオッケーオッケー。全部取っていくよ。なんかクリックしたらなんかあったりしないのか。よしよし。クリックしても特に何かあるわけではないね。いやービームが正解だな。あー厳しい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 。オーケー。おー危な。倒さんでよかった。下の連中。いやまあまあまあそうなるよね。倒しきってないんだからね。まあまあやったかなと思ったけど、46位か。まあいいよ。ほんとグラディウスぐらいの。じゃあ、パロディウスぐらいの。極パロぐらいしかさ、人生経験の中でシューティングゲームやってないからさ、そんな上手くないよ。うん。今のうちに言い訳しとくけどさ。これは青だけ取って、取らないのは吉。圧倒的にこのレーザーが強い。そう思う。レーザーそんなに強くないかな。いや、かわすしかないね。取りたいけど取れないな。なるほど、なるほど、なるほど。こういうことができるのね。ういひー。
当たっちゃう。当たっちゃうね。まあまあまあ、上がったけどな、順位は。どうする？どこまでやる？どこまで？どこで終わりにする？どこで終わりにしようか。クリアまで。いやー、クリアはしないと思うな。クリアはできんと思うな。よし、セーフ。壊しても、まあ、岩壊しても得点にはならないな。よしよしよし、オッケー。ああ、ダメだ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 。オッケー。あ、ダメ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 。これ何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 。やめて。それはダメ。それはダメ。威力高くてもそれはダメ。それはダメダメダメ。それはダメ。それはやりにくい。でも、威力は強いな。紫のやつはちょっと威力は高いな。どう考えるかだな。いや、でもやっぱレーザーがいいな。威力弱くてもレーザーがいい。男の子だからレーザーが好きなんです。この岩は壊す。間に合うね。これは間に合う。壊す意味のない岩もあるね。これは正解だと思うんだよ。ある程度正解。これはある程度正解。ここで。いや、どう判断するかな。ええ、どっから来た？でーん。いやー、あんまり続けてるのも良くないよね。見どころないし。ただシューティングゲームやってるだけだ。あ、でも、本当に時間が許すんだったら、ずっとやりたいな。クリアするまでずっとやりたいな。シューティングゲームって実は結構実況映えするんですよ。実はね。ドラマがあるから、シューティングには。なんか、生半。なぁ。まあ、シューティング上手い人ってあんまりいないよ、多分。そんなには。でも上手い人は上手いんだけど、まあ、下手な人でも結構シューティングは、まあ、やれば上手くなるんで、絶対に。時間に比例して上手くなるので、シューティングはね。だから結構、見せ場を作れる。そう思います。だから、シューティングは別にね、臆せずやればいいと思うんだけど、ただ体力がね、取る側の体力がね、要求されるよね。これでここを壊していく。ボム。いや、ボム使いにくいよ。使いにくいよ、ボムは。避けることに精一杯。これが誘導弾だったら多少使う気にもなるけどな。誘導弾じゃないしな。ダメだ。うまく挙動を制御できない。当たるよ、そりゃ。ねえ。当たるよ。ダメだ。もう、この、武器がもうダメ。武器がダメ。その、ボムはダメだよ、ボムは、このゲームは。レーザーだよ。もう一回だけやろうか。今、すごく悩んだ。やろうか、やるまいか。でも、もう一回だけやる。まあもう、あれより先にはいけんかもしれんけどな。あの5って書いたやつ何なんだろうね。電車速度が上がるとかだったらいいんだけどね。音楽は今までの中でもうかなりのかっこよさを持ってるよ。やっぱレーザーですね。男の子だからレーザーですね。
よいしょーい。で、よいしょー。かわすしかない。ここにほっぺたが赤くなるぐらいに。どっから弾が飛んできてるのかわかんねえっていうのもな。コネクトエラー。もう一回やろう。コネクトエラーなんでもう一回やります。めちゃくちゃ集中していいですか？めちゃくちゃ集中します。許可を取っても取らなくても集中します。おっしゃーい。てんてれれれれれ。壊す意味は特にない。そうだね。で、この辺をどうかわすかな。よしよしよし、気持ちいい。これが出れ気持ちいい。出れ気持ちいい。でもね、後ろから来るんですね。終わり。ああ、無理だよ、シューティングは。俺にシューティングは無理だって。上手い人がやってくれ。シューティング、我こそは。東方とか大好き、弾幕避け系大好きとか、そういうなんかもう、シューティング大好きマンやって。俺の代わりにやって動画にしてください。もう無理です。これ以上は無理。だからこいつやっぱすげえなって思うね。うん。まあ、1000は行ったけども。1300行ったけど、まあ、この辺までいける気はしないな。ってことで、ウラクターシリーズはこれにて完です。もう。ウラクターシリーズって全部こういうテクテク歩きながらジャンプするやつかと思いきや、なんで4でシューティングにしたって思うね。これだったら、クタのシューティングとして別に出した方がさ、やる人やると思うんだけどっていう、まあ、そういうところ考えちゃダメなんだろうね。クタの制作者側の意図はよくわからないんですけど。ということで、ウラクターシリーズ。まあ、ウラクターシリーズというか、ウラクターの4。結構まあ、面白いっちゃ面白い。シューティングと分かってやると面白いんでね。腕に覚えのある人はやってみてください。これ今2007年って書いてなかった？おお、すげえ！ 13 年前のゲームだ。へえ。ということで、ほなまた。